卵あんだったら食えよ。よし、さあ行きましょうか。あれ抜けないんだけど、どういうこっちゃ、どういうこっちゃ。これ以上抜けない。抜けへん。とりあえず打ち込みましょう。さてさて、いくぞ。468もできる？無理じゃねこれ。俺は無理だと思う。正直抜けよこれ。やってみるかな。結構頑張らないといけないぞ。手に取る。で、一文字じゃなくって。また、目音上の方がいいよね。一文字やりにくいもんね。さあ、行くぞ。これまでが適当だったからね。あ、早速失敗した。こうだな、こういくしかないんだ。頑張る。まだ370も残ってる。どこに植えるか分かんない。きついな。置く予定の場所教えてほしいよね。もう半分いったのにまだ276も残ってる。これ無理じゃないかな。密です。お、マス上、マス君、マス君、4個ずつ。一番やりやすいのは事実。ダメだこれ。もう植えれる場所がない。やばい。やばい。まだ100残って、120残ってんじゃないこれ。どうしようもねえな、これ。どうしよう。これどうしようもねえな、もう。
とりあえずまあ空いてると思われるところに適当にぶち込んでいくしかないで、まあ、この辺ここの列結構空いてんじゃん、空いてんじゃん、ここの列空いてんじゃん、ここ空いてんじゃん、ここも微妙に空いてんじゃん、ここちょっと隙間ある方だよね。あ、ここほら一個空いてる空いてる。画面端とかさ、行くしかないから、これ。ほら。まだ80も残ってんだよ。去年なんか内地内が80ぐらいしかなかったの。ここめっちゃ空いてんじゃん、もうちょっと考えろよな。しかもね、四角の回す上微妙に範囲が広いんだよね、目音上のままの方まだ60ぐらい残ってる、そんな無理だろ、こうサイコロの5みたいな数にしていくしかないよ、マス上の中央にぶち込んでいくスタイル、ほらここのマスの中央に、場所が空いてないんだからどうしようもないよね、こんだけやってもまだ結構残ってる、この間に間に、よし残り27、だいぶ多い。ラスト27って言われたら怒るよ、はい、ラスト5回とかなると思うから、どこだ、密じゃない場所なんてない。ダメだ、どこ見てもいっぱいいっぱいだ、もっと端っこ寄せなさいよ男子、行くしょ行くしょ、この辺綺麗だな、やっぱ目音上が一番使いやすい気がする。もうダメだ、おしまいだ、もうダメだ、おしまいだ、勝てるわけない、はい、俺の心が折れた。何も考えなくなった、ふむ、我ながら美しき仕事、これで標準なの、あ、そうなんだ、で、次に必要なのが量、量、量、私に必要なのは量じゃ、音声、ね、音声というのじゃ、数よりも量だから、集まき、密を避けながら、密避けた、頑張った、で、次は歯声、まあ単純に適量に与えて中干しをして歯声をして浸水にするね、出水後ね、はい、明日は始めるぞ、雨ね、日照り越えして雨だね、これどうしようもねえな。こんなの、こんなんどうしようもねえぞ、もう一回お願いしたらさらに減るのかな、実験5000結構高いけど、認める、あ、減った、さらにアコギな商売してまんな、あ、なんか変わった、ただま、ただいまじゃ、ちょうどいい、お、見るけど話がある、この日が参ったら、貝丸も連れて帰るのか、雨の浮き橋は珍しいでしたね、二つよ、自由には越えられないなら、どこで生まれたか貝丸は知るべきじゃ、ここでの暮らしを選ぶとしても、知ってから選んでほしいと私はそう思う、自らがどのように始まったかを知ることの重さは分かっているぞと、それを知ってほしいとは願う、少しは寂しくはあるが、
早く上がってこねえと飯はみんな食っちまうぞ無理だって、白米しかないのに。やるなみんなの声を聞くといつも嬉しくなりますよ。そう、オッケー、同じ家に帰れるのは幸せです。日本昔話だな。はい、で今のは何がフラグだったんだ私にはこれがわからない。さあ明日巻く用のうんこ作っとこう。リズメがあんまりないな、珍しい。まあ2個ずつぐらいちょうで。これの効率いいのもね、来年から調べ出す、ね、現状はまだ知らない。この40%とか 100% にしてね、あのパラメーターを選ぶのか、ね、防虫とかね、防走とかあの辺を選ぶのか調べるのは来年から。とにかく虫がね入れるんだよ。だからって塩入れると塩害になるし、どうしようもねえな。おお、ソーセージの歯。あー詰めとけばよかった、適当だったな。これを使えばいいのか、そういうことか。あのエンディング後にセーブできるからループすればいいんだ。なるほど。お、これマイナスがない。あんまいいのがないな。ニンニクがね割と虫を減らしてくれるんで。もうこの辺ぶち込みまくるっていうのも一つで、めちゃくちゃパラメータ増えるんだけど、まあ今年は質よりも量なんであんまり気にせずに来年に期待。った食材ひどすぎ。はい、違うか。そう、で、全探索度 100% もねちょっと目指したいので、とりあえずそれでは行ってきます。めんどくさいってもわからないからね、考えても仕方ないっていう方が正しいかな。あとは金太のこの麺はどこなんだろう。すっげえふさふさしてるわ。じゃあ明日はねちょっといい飯食って、ね、あの100回目指してみましょうか。ちょっといい肥料を作って、お、いっぱいあるね。そしたらまた琥珀もたまるしね。いかがい。お、そろそろ腐った食材マックス入れたら全パラメーター100いけるか。まだいけない、400ぐらいだって。あと防虫だけどうにかすれば。お、これ何にもマイナスなあんじゃん、打ち込もうぜ。熊の皮も全然マイナスにならんじゃん、打ち込もうぜ。でも10しかないから3ぐらい。塩入れたくなるけど塩は我慢。
ヤクノト。すげえ。さすがレア。いい加減出てくれ。ないね。じゃあ明日パラメーター上げてね、奥行こうかな。何か食べるますか？と、まあやっぱり玄米飯だよね。これが圧倒的に強い。体力。体力は多分守備力だ。もうちょっといいもん。だいぶいろんなもん作ってるけど、結局使わないと意味がないからね。力とか技とか。力こそ正義。いい時代になったものだ。技、鍋か。いろんなもの使うけど意外に大丈夫だな。鹿鍋、鹿鍋いいね。何が違うんだこれ。どんぐりと芋、まあ誤差ない誤差。デザートも誤差だな。めっちゃこれ、まあいっか。ちょっと贅沢なごま団、中京感の方がいいな。で、お酒を、あそこの山にこもる予定だからね。今、夏だよね。新規が 10% 上昇。ヨモツ特攻がね、ヨモツが来るかどうかわからないからね。まあ普通に運気もちょっと上がるね、この辺。名水もまだあるしね、これぐらいでいいか。よし、ということで明日はね100回目指して可能な限り、今70ぐらいだっけ、90回ぐらいまで来た。